なんでこれ裏金問題終わっていないぞ。みんなの力で政治を変えよう。 11.11 特別公開開会日行動を始めさせていただきます。本日の司会を務めさせていただきます、球場コースター実行委員会の石山奈穂子です。どうぞよろしくお願いします。それではまず最初に主催者挨拶を選委員会の富さん、よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。総掛かり行動実行委員会、選任委員会の染でございます。気持ちのいい青空が、ね、広がっておりますけれども、また今週は少し暖かい陽気になるというような予報も出ているようですけれども、寒暖差の激しい、まあ、そんな季節でございます。季節の変わり目でございます。健康管理十分留意して頑張ってまいりましょう。さて、いよいよ本日特別国会の開会ということで、まあ、こうして開会日本で多くの皆さんにご参集いただきましたことに、心から感謝を申し上げたいというふうに思います。そして衆議院選挙から1週間が経ちましたがね、選挙結果について皆さんご承知の通りですけれども、引き続き各地域、そしてまた所属の方でもね、ご奮闘が続いていることだというふうに思います。そのことに対しましても心から敬意を表していきたいというふうに思います。まあ、結果については与党自民党公明党が大きく議席を減らして、過半数割れに追い込むと、そして一部野党が大きく議席を増やしたという結果、ご承知の通りですけれども、まあ、その結果については多分に、裏金問題に端を発する自民党の、敵質によるものだという評価が大勢を占めているようで、まあ、それはその通りなんだろうというふうに思いますけれども、まあ、とにもかくにもやっぱり野党が、議席を増やし、与野党が白昼、与野党の政治状況が白昼をし、緊張のある国会論戦が期待できる、まあ、そんな政治状況を有権者が選択をしたということなんだろうというふうに思います。そして、週末報道されている通り、衆議院の常任委員会、17ある常任委員会のうち7つを野党が獲得をしたということも報道されている通りでございます。当初8つの委員長ポスト打診をされたというようなことも報道されておりますけれども、首相が、石破首相が出席をしなければいけない予算委員会、あるいは選択的夫婦別姓の議論を進めなければいけない法務委員会、まあ、こうした主要ポストを、主要委員会の委員長ポストを取る、その前提に、8つ打診された委員長ポストを、7つということでね、合意に至ったというようなことも報道されていたというふうに思います。とにもかくにやはり野党が議席を取るということはこういうことなんだということだというふうに思います。まあ、こうした委員会の委員長ポストをめぐって、某野党の某幹事長が、自民党はうまいと、野党第一党の立憲民主党の国会運営の責任が生ずるんだと、政権交代になったときに、政権を担う能力があるのかどうか、そのことを国民が見ているということをのたまわったそうでありますけれども、そんなことあんたに言われる筋合いはないと、百の承知じゃないですか、そんなこと。野党第一党に大きな大きな責任能力が生ずる、それはもうその通りであって、しっかり私たちは委員会の議論を監視をし、また大きく大きく期待をしていきたいというふうに思います。またこうして委員会のポストを野党が多く担うことになったことで、何も決められない政治が始まると、そんなことも今言われておりますけれども、冗談じゃない。今までが数の力、強引な強行採決でどん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 何事も決めてきた、国会議論を軽視してきた、それが今までの政治状況だったんじゃないですか。しっかりと議論をしていく、与野党が議論をしていく、そうした緊張感のある政治状況、常任委員会、そしてまた特別委員会、その他生まれるんだということです。しっかり監視をしていきたいというふうに思います。それから特別委員会も7つのうち4つですかね、野党が取り、そして審査会、憲法審査会ですよね、立憲民主党元代表の枝野さんが取ったという、審議をするということで、これも大いに期待ができるんだというふうに思います。今日ここにお集まりの皆さん、ご承知の通り、これまでの衆議院の憲法審査会のデタラメぶり、国会機能の維持を理由としながら、憲法に緊急事態条項の創設、あるいは国民主権を奪うような議員任期の延長ということが
改憲推進5会派から声高に主張されてきたということ、こうした衆議院の憲法審査会に一定の歯止めがかかっていくということが期待をされますので、引き続き、審査会の傍聴を続けながら、監視をしていきたいというふうに思います。それから、憲法、9条、皆さんご承知の通り憲法というので戦争放棄、平和主義を歌っている、軍事的な緊張から、軍事的な恐怖から私たちは免れる権利があるんだということが、平和憲法9条に書かれているということ、そして憲法全文です。全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有する、こうしたことが書かれております。憲法9条、軍事的な恐怖から免れる権利を有するということが書かれているということ、そして憲法全文には軍事的な緊張、軍事的な恐怖以外に私たちは平和のうちに貧困あるいは欠乏から免れる権利があるんだということが書かれているということ、とりも直さず、憲法の全文全てで103条でしたかね、ありますけど、大体4割が人権のことについて書かれているのが日本が世界に誇る平和憲法、人権の憲法であります。まあ、こうした憲法をしっかりと守っていく、そうした戦いが、今後求められているというふうに思います。その上でどうしてもこれだけは今日言っておかなければならない。衆議院選挙で3議席を獲得をした日本保守党の代表百田直樹、ディストピアの SF としての家計の話としながら、少子化対策の話の中で女性は18歳から大学に行かせない、25歳を超えて独身の場合は生涯結婚できない法律にする、女性は30歳を超えたら子宮を摘出する、ふざけるのも大概にしろ、まあ、そうしたことを語ったということです。まあ、当然 SNS でも大炎上して発言を撤回して謝罪をしたということではありますけれども、 SF だろうと家庭の話であろうと、それを通じて言わんとすることがある、言いたいことがある、そうしたことなんだろうと思います。撤回して謝罪をしたからそれでよしとするわけにはいかない、引き続き糾弾を強めていかなければいけないというふうに思っております。まあ、本日開会する特別国会、そしてその後の、臨時国会、予算、来年度の予算ですとか税制改正、そして何よりも自民党による金権腐敗政治を終わらせるための論戦が始まっていくんだろうというふうに思います。立憲野党の皆さんの奮闘を期待をし、そして我々もしっかり支えていく、そのことを呼びかけさせていただいて、本日の国会前行動、開会日行動の主催者を代表して一言挨拶に返させていただければというふうに思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。それでは今日はお忙しい中、国会議員の皆さんが駆けつけてくださっております。到着順でご紹介させていただきます。まず最初に沖縄の風参議院議員の伊波洋一さんです。今日は高良哲美さんも来てくださっております。はい、さん、11.11 特別国会開会議行動にご参加の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました参議院の伊波洋一と高良哲美でございます。2人で沖縄の風という会派を作り、そして沖縄の声をしっかり国会に届けているところでございます。今回の、衆議院選挙、本当に各地域で皆さんも頑張っていただいたと思いますが、与党218議席、野党244と圧倒的にですね、野党が勝ったということは一つ、私たちは、心に留めておきたいと思います。その中で、ね、国民農地入ってますけども、いろいろ入ってますけども、でも、これでですね、自公過半数割れでですね、これまで少数与党になって、これから少数与党になっていくわけです。今まで通りのですね、安倍流の自民党政治のジエンドということで、今後は、国会や国民を無視してですね、閣議決定だけで、政策変更はできなくなります。そのことだけは確かだと思います。でそれがですね、私たちはやはりこれからそういうことをしっかりさせなきゃいけない。ただですね、2012年以来、まあ、ついこの間まで、そういうことをやってきたわけです。閣議決定で日本の軍事化をどんどんやってきたわけです。例えば集団的自衛権の行使の決定、それから、まあ、2016年から22年までのですね、沖縄南西諸島での、まあ、軍事拡大、ミサイル基地建設、それから最悪はですね、岸田政権の安保3文書および、5年間43兆円の大軍拡、
増税、まさにそれはですね、着々ともプログラムされて、まあ、進んでいます。で、これはですね、やはり止めなければ、それを変えなければ、日本のですね、軍事化というのはどんどん進んでいきます。で、そして、この選挙の最中に行われたのが金総土なんですね。金総土という演習はですね、日本の国土を戦場にして、日本自衛隊が中国と戦う戦略なんです。アメリカは外から指揮をするだけなんです。で、そういうことを安倍自民党は国としっかり計画を作っているんですよ。それは現実の問題です。で、そして、10月23日から、11月1日までこの沖縄のさまざまな島々、そして、奄美や、あるいは皆さんの近くにある自衛隊基地でも全部でやってるんです。このための演習を、ね、いかに日本がアメリカのために日本の国土を戦場にして戦争をするかというこの演習を最終段階まで今来てるんですね。私たちはそのことをやっぱり止めていかなければならない。例えば今年の自治法改正、これは支持権というのがありますけども、何を一番重視しているかというと、南西諸島の先島を米軍の日米の攻撃拠点にするために住民を全部外して12万人を九州の県と山口の8県に全部移して浮いた感じで移していく。なぜそうするかと言いますとね、住民のいるところで戦争をやったらジュネーブ条約追加議定書違反になるんですよ。それを避けるために人をいなくする。で、沖縄本島は避難しなさいということになってるんですけど、これがやられて、その上でこの演習が行われてる。私たちはそういうことをね、根底から壊し続けなきゃいけないと思うんですよ。もうあの2012年以来のね、さまざまな問題をですね、そういうことをやはりこれから一緒に頑張ってまいりたい。そうすることによって沖縄は戦場にならなくて済むということ、皆さんの地域も戦場にならなくて済むと、そういうことをですね、私たちは目標としてまいりましょう。共に頑張ってまいります。ありがとうございます。矢井陽一さん、そして高良辰巳さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、社民党参議院議員のサム、社民党衆議院参議院議員の大椿優子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はあの特別国会始まるということでお集まりいただきありがとうございます。社民党の副党首をしております参議院議員の大椿優子です。ここにお集まりの皆さん、衆議院選挙の時には各地域で活動をされておられたと思います。本当にお疲れ様でした。今回皆さんの力もあって与党過半数割れに持ち込むことができました。ここからですね、政治は変わらない、何やったっても一緒でしょ、そう思っていた人々の意識を変えていく、そういう国会に今回は皆さんと共に作っていきたい、そう思っています。長い間もうどうせ自民党が政権取ってるんでしょ、変わらないよ、私たちの中に諦めが広がりました。けれども今回与党が過半数割れをし、そして各委員会の中で野党第一党立憲民主党がですね、重要な予算や法務などのポストを抑えることができました。ここでやっぱ予算委員会見ていても、これまででも、まあ、何でもそうですけれども、時間切れと勝手に与党側が決めてしまったら議論を深めることもなく採決に持ち込まれてしまう、こういうことがずっと行われてきました。私たち野党はじくじたる思いをしながら、でもこの数の力で勝てない、そんな思いが私たちの中にも広がってしまっていたかもしれません。でも今回の国会からは違うんだ、変えられるんだ、それを皆さんに、この国に暮らす皆さんに示していく、そんな国会にしたいと強く思っています。今日そちらでですね、選択的夫婦別姓を早くというプラカードを持って、来てくださっている方がいます。これ本当に実現しましょうよ、どうぞ通ってください。すいません、ね、これ今回の国会、立憲民主党が他を譲ってもこの法務だけはうちが取るんだと言って気合を入れて法務を抑えました。それは何よりやっぱり選択的夫婦別姓、
これを実現するためだったのだというふうに思うんです。これ野党の皆さんと共に力を合わせて選択的夫婦別姓実現しましょう。実現する国会にしましょう。私は高校生の時に、もうずいぶん前の話ですけど、選択的夫婦別姓、自分の将来はこれがいい、そう思ってきました。けれどもそれが未だに実現されていません。たまたま私は外国人と結婚したことによって婚姻届を出しているけれども選択的夫婦別姓の状態を担っています。つまり自分の姓で生きることができているんですね。すでに制度は整っている。この外国人と日本人のカップルに適用されている方法を使えば私は制度的には作業的には何ら難しいことはない、そのことを確信しています。だからこそ今回の国会でこの選択的夫婦別姓実現に向けて市民の皆さんと大きな声を上げ実現に向けて努力していきたいと思っています。そして一つ、私たち社民党は今回の選挙なんとか沖縄2区ここをしっかりと守ることはできましたが議席を増やすというところには至りませんでした。社民党にとっては大変厳しい選挙でした。私たちが、訴えている、そのことが十分に皆さんに伝わっていないということと、やはり保守層にどんどんやはり票が、支持が、流れていっているという現状に対して私たちやっぱり、本当に手を打たなければならない、そう思っているところです。私は大阪に住んでいますけれども今お隣の兵庫県では兵庫県知事選挙が行われています。皆さんネット等でご覧になられているかもしれませんが暴力沙汰が相次いでいるような現状なんですね。本当に真っ当に政策を訴えようとしていても今回パワハラ問題等で、パワハラが問題になった斉藤元彦さん、この方も今回立候補をしています。そしてその人を当選させるために N 国から出ている。また生存責任者の維新も出ている。私今日ヤフーニュースでなんかその発言が取り上げられてたらしいんですけどやっぱ彼らは出ちゃいけない選挙だそう思うんですよ。それが成り立っている今のこの現状に私はとっても危機感を感じています。まず第一に公益通報をした職員を守りきれなかったと言ってという一点においてのみで私はやはり選挙に出てはいけない道義的責任があったというふうに思います。けれども今この兵庫県知事選挙を見ていてもそうなんですけれどもそこで亡くなった人と職員がいるにもかかわらずまるでそのことが問題にないかのようにしてこのいわゆる排外主義的な思想を持つ人たち保守層によってこの選挙がどん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 そっちへ流れていっているということに私は強い危機感を持っています。そういった流れの中に私たち、社民党が議席を増やせれないという状況もやはり関係をしているのかなということを考えたときに今のこの保守化していく社会の中でしっかりと皆さんと声を上げていく、そして今回の国会希望を見出せる、政治は私たちの手によって変えられるんだ、そういう政治を皆さんとここに集まっている野党の皆さんと共にですね実現していくため頑張ってまいりたいと思います。共に頑張りましょう。大塚千恵子でした。大塚千恵子さんどうもありがとうございました。それでは続きまして日本共産党委員長田村智子さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、日本共産党の田村智子です。日本共産党からは、いいですか、じゃあ新しい方だけ、辰巳幸太郎さん、堀川恵子さん、新しいメンバーとして沖縄駅から赤嶺政権さん送り出すことができましたがですね、本当に参加しています。どうぞよろしくお願いいたします。この総選挙で自民党公明党過半数割れ、そして日本維新の会も議席を大きく後退させて衆議院で改憲勢力が3分の2を割るという状況を作り出されました。これは何よりもこの総がかり
実行委員行動実行委員会のところにね集まってこられる団体個人の皆さんをはじめ国民の皆さんが憲法さえ私物化する、こういう自民党公明党の政治でいいのか、経済無策でいいのか、裏金問題をはじめとするこの政治のモラル崩壊、もうこれ終わらせなければならない、この草の根の運動、国会に皆さんの声が次々と届けられてきた、何よりそれが力になっての選挙結果だというふうに私たち確信をしています。そしてその結果をもたらす上で新聞赤旗と私たち日本共産党が大きな貢献をできたということを確信にしているところでもあります。私たち日本共産党国会議員団も公約の実現、そしてこの自公過半数割れという国会で国民の皆さんの緊急の切実な要求の実現のために全力を尽くして奮闘する決意をまず表明したいと思います。この国会、特別国会はわずか4日で終わる国会となりますが、実は特別国会が始まる前から本当に私たち日本共産党も、そして野党がですね、一生懸命国民の民意に応える国会運営直ちに行うべきだと求めてまいりました。ですから早期に臨時国会を開会すると、そして新たに作られる政権の基本的な姿勢を正すために本会議での質問はもちろんのこと、予算委員会の質問も行う、各常任委員会の質問も行う、そして裏金議員政治倫理審査会に出てきて真相究明を行うと、それから補正予算の審議をやるということをですね、これ与党に迫り、基本的にこの確認を、なされての特別国会を迎えることができました。ここにすでにですね、自民公明過半数割れというこの状況の、新たな変化が現れているというふうに思います。私たち日本共産党も特別国会を迎えるにあたって、立憲民主党の野田代表をはじめですね、さまざまなことを求めてまいりました。今言ったように今度の総選挙の民意は何よりも裏金問題に対する怒りです。真相究明をここで曖昧にするわけにはいきません。そしてこの裏金の元になっている企業団体献金の全面禁止、もちろん政策活動費の廃止、デモ入りも国民の中に堂々と示すことができる、そういう政治資金にしなければならないと求めてまいりました。さらにですね、12月2日に予定されている今の現行の健康保険証の廃止、これは国民多数が反対するもとで押し通されたことであり、廃止の凍結の法案、速やかに国会で成立をさせるべきだと求めてまいりました。今お話にあった選択的夫婦別姓では、総選挙の期間中に国連女性差別撤廃委員会で日本政府の報告の審査が行われて4度目、一体いつまでこの選択的夫婦別姓実現しないのかという厳しい勧告が出されている。また同性婚をめぐっても東京高裁でこれは憲法違反であるという判決が出されました。自民党の古い価値観の押し付けによって阻まれてきた要求であり、私たちは選択的夫婦別姓、そして同性婚の実現もこれ速やかに行うことを求めていきたいと思います。そしてまた来年春には大学の学費の値上げが相次いで行われようとしている、これも大学に対する予算措置を行えば止めることができるではないかと、そういう予算を来年4月作らせることが求められていると思います。その他国民の皆さんの要求の実現、ここに向けて今こそ国会の外での草の根からのさまざまな運動、私たちも一緒に巻き起こしていきたいと思います。その運動で国会包囲する、そしてね、その声に応えるかどうかが全ての政党に問われる激動の情勢、激動の国会になっていくということを皆さんと確認したいというふうに思うんですね。皆さんどうか、こうした要求運動を積み重ねながら、本当に今自民党政治に代わる新しい政治とはどういうものなんだろうかと、ここで国民の皆さんの模索や探求が始まっていると思うんですね。私たち日本共産党も大いにそのことを
広い有権者の皆さんと語り合いたいと思います。ワンイシューっていうのは分かりやすいけれど、物事そんな単純でもないですよね。本当に私たちの要求を妨げているものが何なのか、その根源も明らかにしながら、本気で政治を変える、自民党政治に変わる新しい政治の模索探求実現へと、皆さんこの日本の情勢を大きく国民の力で、国民が主人公で前へと進めていこうではありませんか。日本共産党その立場ぶれずに貫いて頑張り抜き、来年の参議院選挙では何としても私たちも勝利をして、そして自民党政治にですね、本当に本格的に審判を下す、そうした選挙結果を作り出せるように全力尽くして頑張る決意を申し上げまして、私日本共産党田村智子からの連帯の挨拶といたします。共に頑張りましょう。ありがとうございました。田村さん、そうだ、すいません、本当に新たに参議院議員に大門美希さんが復帰されているということも、ぜひご紹介しておきたいと思います。アベノミクスのですね、誤った経済政策徹底的に論戦で論破して、何としても経済政策も転換させていくために頑張っていきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。田村智子さん、どうもありがとうございました。立憲民主党からはちょうどこの時間に総会があるということで来れなかったのでメッセージをいただきましたので、司会より代読させていただきます。平素より立憲民主党の活動に対するご理解ご支援を賜りありがとうございます。またこの度の衆議院選において目標に掲げてた与党過半数割れを実現できましたことは、ひとえず皆様のご支援のおかげであり、心から感謝申し上げます。今回の選挙で国民は自民党の裏金政治に明確にノーを突きつけました。この民意を受け、立憲民主党として他の野党と連携しつつ、政策活動費の廃止、旧文通費の透明化、そして企業団体献金の廃止などに取り組んでまいります。合わせて与党が過半数に達していない状況を生かし、国会改革にも取り組んでまいります。またいわゆる改憲勢力の議席も大幅減となったことから、安易な憲法改正は遠のきましたが、石破総理は在日自衛隊基地、在米自衛隊基地、アジア版 NATO などを主張しており、気を緩めることはできません。我が党は対話外交を基調に、紛争の平和的解決の重要性を訴えてまいります。平和で人権が尊重される社会の実現に向けて、共に戦ってまいりましょう。国会の風景は大きく変わりました。この歴史的な変化を生かし、格差を是正し、国民の皆様に信頼される政治を実現してまいりますので、引き続きのご理解ご支援をお願いいたします。立憲民主党企業団体交流委員会委員長大島敦さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。それでは今日お越しになった野党の皆さんにもう一度連帯に拍手をしていただいて、この特別国会頑張っていきましょうと、改めて頑張っていこうと決意を固められたいと思います。どうもありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございました。それでは市民の発言に移らせていただきます。まず最初に共通番号いらないネットの原田さん、よろしくお願いします。共通番号いらないネットの原田と言います。今日から始まる国会というのは、立憲民主党の野田代表が、総理になったら最初にすることとして、紙の保険証も使えるようにしたいと発言したように、健康保険証を残すには徹底的に重要な国会になります。昨年6月の国会で、健康保険証を廃止してマイナ保険証を日本化する、健康保険法などの改悪化されました。その不足で交付後1年半以内に、健康保険証の発行を終了するということが、規定されており、今年の12月2日から、健康保険証の新規交付をやめるという政令が昨年12月に決定されています。今年の8月には健康保険証の交付終了に伴う省令が交付されました。この省令改正にあたってはパブリックコメントでは、健康保険証に反対する5万件もの意見が提出されましたが、厚生労働省は健康保険証の交付義務を削除する省令を決定してしまいました。健康保険証を残すためには、
健康保険法などの不足の改正が必要です。立憲民主党は前回の国会で一定の条件が整うまで廃止を延期する法案を提案していました。今国会でも廃止延期法案というのを再提出して与野党に賛同を呼びかけたいということを言っています。今の石破首相ですらですね、総裁選の最中では現行保険証との併用も選択肢として当然だと発言していたのですから、当然この延期に賛成すべきです。マイナ保険証の利用率はあと1ヶ月もない段階でも依然として12% 程度しか利用されていません。ほとんどの人は健康保険証で受診しているのです。大部分の人が不便で危険なマイナ保険証は使いたくないと思っています。医療機関では今の段階でも相変わらず正しい資格情報が表示されずにトラブルが続いています。ある11月7日には日比谷の野外音楽堂を埋めて1300人が健康保険証をなくすなど声を上げました。このような状況にもかかわらず厚生労働省はなぜ健康保険証を廃止するのか問われると、早く医療情報を閲覧したり利用するためにマイナ保険証を基本とする仕組みに変えるためだという説明をしています。しかし厚生労働省が今年8月に公表した自分たちの調査結果でも、マイナ保険証に不安を感じる人の4割は医療情報がまとまって管理されていることが不安だというふうに答えているのです。医療機関で閲覧されることが不安だという回答も少なくありませんでした。こんなマイナ保険証は当然見直しが必要です。厚生労働省は健康保険証廃止反対の声に押されて、健康保険証が使えなくなっても確認書で医療を受けられるので安心してくださいという宣伝をやっと始めました。しかし11月の28日からマイナ保険証を登録した人が資格確認書を受け取るために必要な登録解除の手続きを始めていながら、これについては全く宣伝していません。それで仕方なく私たちはマイナ保険証がなくても大丈夫というそういうチラシを作って、宣伝を行っています。こんなことは本当は私たちがやることじゃなくて厚生労働省が作って配るべきことなのです。手数料もらおう。資格確認書があるから大丈夫なんじゃないかというふうな、意見もありますけれども、この資格確認書というのは法律では保険者、つまり協会憲法とか、憲法組合、共済組合、こういうところが必要と判断したときに交付するというふうになっています。保険者に交付義務がある今の健康保険証とは全く違います。また法律では申請を受けて交付するということになってまして、いずれは申請が困難な高齢者だとか障害のある方だとか施設に入っている方などが医療を受けられないことにもなりかねません。健康保険証が残すことが必要なんです。健康保険証を残して困る市民は誰もいません。もう12月2日まで1ヶ月もありません。大変困難な状況ですけれども、前の国会では例えば郵政法の被害者への補償法案が一日で成立しています。国会議員が市民の声を受け止めてくれれば少なくとも延期させることは可能なはずです。仮にそれができなかったとしても、マイナ保険証を持っているか持っていないかに関わらず全ての人に資格確認書をとにかく送って医療をかかることに不安をなくする、そんないろんなですね方法を今自治体で、いろいろ考えているところもあるようですけれども、とにかくいろんな方法を講じてですね、このような私たちにとって、非常に危険な健康保険証の廃止ということをとにかく抑えていかなきゃいけないというのを思っています。最後の最後まで健康保険証の廃止反対を求めてですね、共に戦っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして九条コアスナー実行委員会から高田健さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日は憲法問題を中心にというテーマに私が発言をなっています。今私たちの目の前にある最大の憲法問題というのは、第9条を中心とした平和憲法と、そして一方で戦争する国、あるいは無制限の軍拡、そういうことが深刻な対立になっている、どうしようもないところまで来ているというのが最大の
憲法問題だと思います。これに今回のアメリカのトランプ政権が間もなく誕生するという中で、さらに輪をかけてこの平和憲法に対立する日本の憲法違反の現実というものをもっともっと拡大させられる、非常に深刻な事態が予想されると思います。 2% というのはこの前の安保三文書ですでに日本の政府が容認してきてるわけですけれども、今度、首相がトランプと電話をしたときにより一層のより異常の強化を約束してるんですね。 2% というのは 2% かって聞き分けなんだろう。そんなくだらめな文革が私たちの目の前に迫っていると思います。憲法と日本の現実がこれほど対立して、もう立憲主義などと立憲主義の理論にも言えないような現状になっている。これを何とかしなきゃいけないんだと思います。今度の総選挙でいろんな成果があって、久々にやはり心がほんのりとしている面があるんですが、いくつか挙げますと、私はとりわけ2つだと思う。それは与党が過半数割れしたことです。とにかく与党が自民党公明党が半数割ったわけですね。それからもう一つは憲法改悪に必要な3分の2、発議に必要な3分の2を与党とそれ以外の改憲に賛成しそうな党派をみんなかき集めても3分の2にならないということです。私は今回の総選挙でこの2つが極めて大きな成果だったと思うんですね。私たちはこれを足場にして、これを道具にして、本当にこの国が戦争する国なんかになってたまるものか、この国がアジアでもう一度侵略戦争を行うことなど絶対許せない、アメリカと結託して、トランプと結託してアジアで選挙を巻き起こすことを許せない、そういう運動をやらなくてはいけないと思っています。そのために私たちは目の前に明かりが今度の総選挙によって見えてきたんだと思うんですね。ですからこれに反対する戦いを、引き続き戦争に反対する戦いを国会の外で全力を挙げて大きく展開しながら、合わせて来年の参議院選挙、あるいは都議会議員選挙、あるいはもしかしたらもう一回総選挙があるかもしれない、そういう事態に立ち向かっていく中で政治を変えていく、そういう必要があろうと思います。私たちは政治を変えられる、政治を変える足場を今回も全国の市民はその足場を確保した、その足場の上に立ってさらに団結をして、市民と野党の共闘を再構築し直して、しっかり作って頑張っていきたいと思います。どうぞ皆さん最後まで頑張りましょう。ありがとうございました。それでは最後に行動提起を憲法共同センターの石川さん、よろしくお願いします。はい、憲法共同センターの石川です。行動提起をいたします。まずその前に、本日のこの特別国会開会日行動、緊急の呼びかけにもかかわらず200人の仲間の皆さんにお集まりいただきました。ありがとうございます。さて、衆議院選挙が終わって与野党の力関係が変わる中で、さまざまな変化が国会で起きている、そのことは今日いろんな方がもう発言しましたので改めて繰り返しませんが、一部のマスコミ報道ですと、今政治のキャスティングボードを握っているのは国民民主党だと、そういう報道があります。しかし皆さん、今本当に政治のキャスティングボードを握っているのは国民民主党から、そのお名前から下の漢字3文字を取った国民ではないでしょうか。うまいこと言うでしょ。どっちにかけたんですよ。
はい、みんな思ってるんだから、与党が過半数割れをするという状況の中で、まあ、この15年間続けられてきた国会内の数の力で国民が望んでいない悪法を押し通す、あるいは国会審議を無視した閣議によってそういう暴挙をさせない、もう与党がやりたくてもできない、そういう状況を作ったのは私たち国民の力であることは間違いありません。そのことに確信を持って、さらに我々運動を進め、この先の臨時国会でももう国民無視は通用しないということを自公政権とその補完勢力によく分からせてやろうではありませんか。それでは当面の行動提起をいたします。まず総係のウィンウィンズアクションですが、今月は14日木曜日です、18時より有楽町糸島前で行いますのでご参加お願いします。ウィンウィンズアクションもこの後提起する行動すべて全部に言えることですが、めっきり寒くなってまいりますので防寒対策を十分にして、風邪などひかぬようにご参加ください。何しろ全部屋外、屋外の行動です。我々アウトドア派ですのでよろしくお願いします。次に19日行動ですが、次回は第108回目の19日行動になります。11月19日火曜日18時30分夜6時30分に衆議院第二議員会館前、この場所で行います。総係実行委員会の定例会長宣伝ですが、11月28日木曜日18時より新宿駅東南口で行います。その会長宣伝の翌日になりますが、イスラエルのガザ地区への無差別虐殺、これを直ちにやめさせるためにパレスチナに平和を緊急行動として新宿アルタ前スタンディングアクションを行います。11月29日金曜日18時夕方6時から新宿駅東口の新宿アルタ前にご参集をお願いします。さらにその次の日になりますが、今度は沖縄の問題です。止めよう辺野古を埋め立て国会法医実行委員会の主催による沖縄での問題は日本全体での問題です。沖縄の戦いに呼応して本土でも声を上げよう、 11.30 国会前アクションが行われます。総係行動実行委員会はその共産団体となっております。11月30日土曜日14時から国会正門前です。国会正門前、ここじゃなくて正門の方ですのでよろしくお願いします。28日には定例街頭宣伝、29日はパレスチナに平和をアクション、30日は富岡辺野古埋め立て国会前アクション、連日ですが、先ほど言いましたようにこの国会、私たち国民の力というものを見せて、そのための絶好の機会としていきたいし、そのための行動として一つ一つ成功させていきたいと思います。そのことをお願いして行動的といたします。今日は特別国会開会日行動、本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。それではこの特別国会開会日行動をこれで終わらせていきたいと思います。お集まりの皆さん本当にお疲れ様でした。頑張りましょう。ありがとうございました。